います。グダグダですね、いきなり。まあ、正直じゃない。さっきまで、あれ、タイピングの音の声なしの動画を作っていたんですよ。それでもう無言でカタカタ打ち込んでいたんですけど、なんと SD カードが いっぱいになってしまって、レコーダーの方のもう切れるとき、SD カードがいっぱいで消えるとき、切れるときで、カメラだともう容量がないですとか表示が出てピーって音出しながら消えるんですけど、レコーダーってなんか設定あるのかも知れないんですけど、何も音を発さずにもう終了しちゃうので、 SD カード容量が足りず、撮影途中でブツンと切れていましたね。映像だけが残っています。でも無言なので、もう撮影した分だけを上げてもいいかなって思うんですけど、どうしましょう。かなり速いスピードで打ち込んでいたので、もう腕がかなり疲れて、その後に撮り直すことができませんでした。できませんできませんでしたので、今声ありこれです。そう、録音撮影中です。SD カードの過去の分とかをもうパソコンにデータを移しているので、それをもう全部消して今撮ってますね。そう、声ありもどうせなら作ろうかなと思って、声ありのネイルタッピングじゃなくてキーボードのタイピング音ですね。タイピング、まあでも声ありのキーボードのタイピングを上げる前に、この動画の前に声なしタイピングを投稿していると思うので、投稿していますので、よければ聞いてください。まあ正直話すことないんですけど、打ちながら喋らないと意味ないですね。この動画を撮る前にもう一つ声ありのタイピングの動画を撮影していたのですが、SD カードのデータが
じれた後に容量を開けてからすぐ撮ったのがこの前にあったんですけど、多分ボツですね。かなり下っていました。今もかなりグダグダしていますか。それ以上にグダグダしていました。まあちょっと今これ明かりを消して、部屋の明かりを消してやっているんですけど、さっきは明かりをつけてやっていました。でもそしたらこの画面がかなり、あれなんて言うんですかね、反射って言うんですか、こことかに線が現れたりしてかなり見にくい感じになっていたので、これじゃダメだと思い、今撮影し直しているんですよね。してますね。すいません。そうですね。タイピング。あいうえおとかやりますか。あいうえおかきくけ。
ケーキ食べたいです。美味しいケーキ。皆さん何ケーキが好きですか？私、チーズケーキが好きです。でも、やっぱり普通にショートケーキも好きですし、チョコレートケーキも好きです。でも今秋ですから、やっぱモンブラン食べたいですね。何の話してるんですかね。こんにゃくしか出てこないんですけど。しましょう。ちょっとよくわからない。
器屋さんで買うのが一番おいしいですよね。そうしていますよね。洗濯物がすぐに乾きます。結構もうやっぱ衣替えの時期なので一気に洗濯したですよ。そしたらなんかもうすぐに一日でっていうのは当たり前なんですけど、数時間くらいで乾いちゃってびっくりしましたね。まあ乾燥にも皆さん気をつけてお過ごしください。はい、ではこれで終わろうかな。ささやきながらタイピング
後まで。ご視聴ありがとうございます。ぜひ他の動画も